皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年12月4日月曜日に収録しております。今年の大晦日12月31日には私たちの愛するスノーマンが素晴らしい企画 YouTube チャンネルで、スペシャルライブみんなと楽しむ大晦日の、配信を決定発表してくれました。大晦日にこんな大きな楽しみ喜びがあるということで、まだ12月に入ったところなんですけど、この大晦日の楽しみをこうなんかねエネルギーにして毎日頑張っていこう、なんかそんな気持ちになっておられるのは私だけではなくて、まあ、きっとたくさんの方もなんかそんな気持ちでこの12月に入って過ごしておられるのではないかなと思います。そういった意味では私たちがこの素敵なまあアーティストをタレントさんをこう推し、そしてまたこのアーティストタレントさんもファンの方を思い何かこう行動することで、また私たちに大きな喜び、もう毎日のなんか本当にもう生きるエネルギーみたいなもの、体操ではなくてそんなものを与えてくれる、なんかそんなね、なんかすごい素敵なこの循環がここに生まれてるなと思って、改めて、なんかこう、スノーマンを好きでいて、応援してきてよかった。なんかそんな気持ちにさせていただいております。その12月31日の、まあ、スペシャルライブ生配信なんですけども、タイムスケジュールも発表されまして、今朝アップさせていただきました動画でもお伝えさせていただきましたが、12月31日のまず午後8時半からスペシャルライブが午後10時まで1時間半90分にわたって、まあ、スペシャルライブを配信してくれて、でその後休憩を挟んでなんともう一度出てくれて、11時45分から新年を迎えて0時15分までもうカウントダウンのまあトークセッションでこちらの方をしてくれるということで、このスノーマンと一緒に2024年を迎えられますし、またもう何十万人、百数十万人のスノーマンを愛しているこのファンの皆さんと一緒になんか2024年を迎えることができるっていう、なんかそんな意味合いもあるので、まあ本当に最高の新年、2024年をスノーマンと共に、そしてスノーマンを愛しておられますスノタンの皆さんと一緒になんか迎えられる、私たちにとっては最高の企画だと思います。そのまあ最高のまあ企画、大晦日のスペシャルライブなんですけども、今日はこのただすごく素敵なあの企画をしてくれた、もうそれもなんかこう無料で誰でもが見れるような形で有料にしてくれても、何十万人の方がもう見るのは間違いないのに、こういうふうにしてくれたで終わるのではなくて、今日はもう皆さんになんかこう一緒になんかそんな思いを持っていただきたいなと思うのは、このスノーマンの大晦日の企画 YouTube でのまあスペシャルライブなんですけど、このスペシャルライブを今までの YouTube でのライブ配信のまあ同時接続、一度にこの何人の人が見るか、本当に何万人、何十万人、そして何百万人となる、この同時接続者が今までの YouTube の記録の1位をぜひ皆さんと一緒に、スノーマンと一緒に目指したいという、なんか、お話、動画を撮りたいなと思っておりますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、まず、今週、12月、まず6日の水曜日に、1ヶ月ぶりの、その、ライブ配信を、このほっこりカフェチャンネルでもやります、とコミュニティでお知らせさせていただいたんですけど、FNS 歌謡祭が、今週の6日と13日、2週にわたってあるんですけど、そちらがあるのをうっかり申し訳ないです。忘れてましたので、翌日12月7日木曜日の午後8時からに1日ずらさせていただきます。12月6日をもう皆さん、その配信させその配信しますっていうお知らせさせていただいたら、じゃあもうテレビを見ながらスマホで両方頑張りますっていうような方もおっしゃってたんですけど、もうそれはもう FNS 歌謡祭の方に集中していただきまして、6日水曜日は FNS 歌謡祭、そして翌日の7日午後8時からこのほっ
っこりカフェチャンネルでライブ配信させていただきますので、前夜の FNS 歌謡祭のまたスノーマンのまた感動、そして今回そのラウルさんがその各グループの、おそらくやっぱりそのグループの中でもダンスが得意なメンバーがなんかまさにこう選出されているようなスペシャルメンバーでのなんかこうダンス企画があるみたいなので、そちらの方もすごく楽しみにしておりますので、そのあたりの、6日の FNS 歌謡祭のなんか感動をまた翌日のライブ配信で皆さんと一緒にこの語り合わせていただくような、まあ、きっとそんなライブ配信になると思うんですけども、今週7日にライブ配信をさせていただきますので、ぜひ午後8時からご参加できる方はご参加いただけたらなと思っております。で、まあ、同時接続なんですけども、まあ、私なんかもライブ配信させていただいたら比べるのが恥ずかしいですけど、多い時で、よく今何人の人がこう見てますっていうのがこう左の画面の方に出ると思うんですけど、その YouTube のね、200人とか、今まで一番多かった時でも、バースデーナイトをさせていただいた時が、確かあの時はね、400人を超えて、今500人超えて、みたいな、なんかそういうのをこうライブ配信しながら皆さんがこうカウントしてくださってたんですけども、まあ数百人っていうとこやと思います。普段は多くても200人ぐらいかなと思うんですけども、まあそんなこの小さな YouTube チャンネルをやってる私と比べるのが申し訳ないぐらいなんですけども、で同時接続、その要するにライブ配信を今何人の人が見てるかっていうところなんですけども、そちらの方のランキングをちょっと調べさせていただきましたら、ちょっと2つのランキングがまあ出てきたんですけども、その個人のまあクリエイターがやってるそのランキングと、もう一つこの任天堂さんなんかがこう会社がやってる公式チャンネルみたいなもののまあライブ配信があるんですね。おそらくこういうのってゲームの発表とかそういうのがあるんでしょうか。私ちょっとゲーム方向があんまり詳しくないんですけども、まあ2つのランキングはあったので、この画面の左の方になんかまあわかりやすいそのまあこの個人のクリエイターやタレントさんたちのなんかこうランキングを出させていただいて、この右側、向かって右側にその任天堂さんなんかのそのランキングも入れたものを入れさせていただこうかなと思って今出てるかなと思うんですけども、でまあでもね、大事なところはそのどちらの方も今まででその同時接続の1位が元ニュースの手越祐也さんの132万人っていうのが1位であることは、これはもう間違いないみたいです。2020年の6月23日手越祐也緊急記者会見ということなので、おそらくこの時にその旧ジャニーズ事務所を退所してこの独立しますっていうようなこの発表をされた記者会見なのかな、そのライブ配信やったと思います。でも改めてすごいですね、そのお一人で脱退されてその記者会見ということで、132万人っていうのが今のところまあ日本でのこのライブ配信の同時接続の1位みたいで、そして2位がこちらの方がもう記憶に新しい、私も見てました。元キング&プリンスの平野翔さんと神宮寺勇太さんが同じく旧ジャニーズ事務所を脱退して、そしてこの 2B に移籍、そして活動を再開されるっていう、こちらのも、まあ、記者会見的な発表ですよね。だからこちらの方が今年の2023年7月7日に配信されたものが103万人っていうことです。ですので、アーティスト系で100万人を超えてるのは、この1位の手越くんと2位の、平野さんと神宮寺さんのこの2人、今は、ナンバーアイを結成されてると思うんですけども、で、3位に嵐の78万人、こちらがライブ発表などとあります。で、4位に佐藤健さん、そしてなんと5位にスノーマン53万人、2022年の12月25日なので、昨年のクリスマスに緊急生配信決定、メリクリ&祝200万人突破、聖なる夜にみんなで祝いましょう、っていう
こういう昨年のクリスマスに、その、スノーマンが緊急生配信をしてくれてたんですね。私、このランキングを見るまで、このことを全く、知りませんでした。ですので、きっとたくさんの方が昨年のこのクリスマスの時のスノーマンの生配信を見ておられる方がいっぱいおられると思いますので、どうかコメントでどういう内容をやったのか、そのライブやったのか、トークやったのか、またこの時間帯がどれぐらいの時間帯で、どれぐらいの長さ配信してくれたのかっていうのを、昨年のこのスノーマンの生配信をご覧になられた方、またぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。で、この、まあ、約1年前の昨年のクリスマスのスノーマンの生配信が53万人っていうことなので、この段階で、まあ、5位に現在入ってるみたいです。で、ここまでこの人数的なものを見ていただいて、皆さんどんな風に、お考えでしょうか？きっと私だけではなく、皆さんも絶対にこの1位の手越くんの132万人を抜こう。絶対抜ける。この同時接続、絶対に今年の大晦日のスノーマンの生配信、生スペシャルライブが同時接続で1位に絶対になろうと思っておられる方、もうほとんどの方、この今、動画を見てくださっている方、ほとんどの方が思っておられるのではないかなと思います。私も絶対に抜けると思いますし、絶対にここはもう1位を絶対に樹立しましょう。そしてまた、このギリギリで抜かせるとかじゃなくて、もうまずは100万人を超える、もうおそらく始まった時点で、一気に100万人ぐらいは私同時接続するんじゃないかなと思うんですけど、そこからぐんぐんと増えて、110、120、130いった、140、150いった、そしてもう150でとどまることなく、なんかこう目標は大きく200万人ぐらい、もう前人未到、今現在は誰も到達してへんし、おそらくこれからちょっとやそっとでは到達できへんっていうぐらいの、なんかそんな記録、同説記録を絶対に打ち立てたいなと思います。で、この動画を見てくださっている皆さんが見るのはもうもちろんだと思うんですけども、まあ、ご家族の方で、その、紅白歌合戦なんかを見ておられる皆さんのご主人様とかおられましたら、そのご主人様のスマホをちょっと触って、そのスノーマンのこのスペシャルライブをこの YouTube で見ていただいたりすることでも、これで同時接続が1台から2台になりますので、まあそういう形、まあそういうことしなくてももう一気に突破すると思うんですけども、まあここは、記録を打ち立てたいなと私は思っておりますので、なんか皆さんと一緒に、なんかこれを思うだけでも、ただ単にこの大晦日に、あ、スノーマンがこんな素晴らしい、なんかファンに寄り添う企画をしてくれた、嬉しい。だけでもそれでもすごくなんかワクワクするんですけど、さらになんかこうやって絶対にもう前人未到の記録を打ち立てるぞぐらいのことを思ってても、さらになんか楽しみが喜びが増すのではないかなと思いますので、なんか今日はこの動画では、大晦日のスノーマンのスペシャルライブはもう誰も成し遂げられなかった。そしておそらく当分の間誰も抜くことができなかった。それぐらいの同時接続記録を打ち立てたいなと思っております。今回のこの大晦日のこのスペシャルライブなんですけど、その、まあ、有料の配信にしてもおそらく数十万人の方が絶対見たと思いますし、まあ、例えば、この50万人が、その有料の配信を見て、その、まあ、例えばこの配信が5000円やとしたら、50万人で25億円ぐらいの、その収入が入ったことはもう間違いないと思うんですけど、それを、まあ、YouTube での無料での生配信をしてくれるっていうことなので、
なんかもうせっかくこういう形で誰もが見えるような形をしてくれるやから、もうおそらくもうこういうこともその年が明けて来年はなかなかできへんかもしれんので、ここはもう絶対に皆さんと一緒に、まあ150万人、もう少し大きく200万人の同節の記録をなんか打ち立てたい。たくさんの方が心の中に思うと、心のなんかエネルギー、心の力でなんかその夢をやっぱり引き寄せてくる、そんな気さえしますので、今日のこの動画では今年の大晦日むちゃむちゃ楽しみにしておりますスノーマンの YouTube でのまあスペシャルライブ生配信で、絶対に同時接続の記録を皆さんと打ち立てましょう、スノーマンと一緒に打ち立てましょうっていう、なんかそんなね、思いをぜひお伝えさせていただきたいなと思って今日は収録させていただきました。そしてまたこのスノーマンの、ライブ配信が終わった後にまたほっこりカフェでもライブ配信させていただきまして、また皆さんと一緒に同時接続日本一達成しましたと、皆さんと一緒に、2024年、新年1回目のライブ配信で皆さんと一緒に喜びをまた共有できるような、なんかそんな新年を迎えさせていただきたいなと思いますので、今年の大晦日、このライブ配信、生配信してくれるだけでも本当にありがたくて幸せなんですけども、絶対にこの同時接続日本一を目指して、また皆さんと一緒に、楽しみにまた12月元気に頑張ってまいりたいと思います。最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。生まれてきてよかった。君と出会えたから。